陽介チャンネル。どうも陽介です。今回はマルーン5来日直前事前予習ということでやっていきたいと思います。この秋頃から冬、そしてね来年の春までにかけて海外アーティスト元のね来日ラッシュとなってきております。東京ドームと京セラドームとで計3回早々チケットソールドアウトになったマルーン5なんですけれども、その彼らのね来日直前事前予習を今回はやっていきたいと思います。このチャンネルでは音楽に関することについて取り上げて動画を作ってアップロードしておりますので、音楽が好きな方、音楽に関連するお仕事をされている方、お店をされている方などは見逃さないように今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまず来日公演の概要をチェックしていきましょう。まずはマルーン5来日公演の概要なんですが、こちらがですねマルーン5の来日公演の特設サイトですね、マルーン5ドームツアーということで、ね、先ほどねソールドアウトというふうに言いましたけれども、追加席販売決定ということで、まだチケット買えます。まずは日程をちょっとチェックしていきましょう。12月3日土曜日、こちらが東京ドーム、会場16時から、開演18時からですね。そして翌日12月4日日曜日、こちらも東京ドーム、会場16時、開演18時からということで、そして12月6日火曜日ですね、京セラドーム大阪、会場16時半、開演18時半からということになっております。それぞれまあ2時間ぐらいのショーだと考えて、東京に関しては終わったら8時ぐらい、8時過ぎですね。京セラドーム大阪に関しては20時半、平日なんでね、こちらの方は事前に遠方から来る方は新幹線ですとか飛行機ですとか最終のね電車とかチェックしておいた方がいいかもしれません。続いてチケットですね、追加席販売ということで、3日間全てそれぞれで追加席販売になるようですね。でこちらの方は売り切れ次第終了ということで、取り扱ってるのはピアとローチ系ですね。でこちらソールドアウトになってますけれども、一応念のため見ていきましょう。でまずはこちら、シュガー VIPSS 席10万円、お高いですけれどもソールドアウトということで、メモリーズ VIPS 席38,000円、こちらもまあ高いですね、ソールドアウトということで、これ面白いですね。あの席の名前にね曲名がついてるっていうのは面白いですね。シュガーとメモリーズですね。で SS 指定席15,800円、 S 席指定12,800円、 A 席指定18,000円、 B 指定席、こちらが9,800円、正面見切れ席、15,500円ということで、こちらは12月4日東京と12月6日大阪公演のみ、正面見切れ席が出てるということですね。で東京公演のみ VIP バルコニー席、こちらもソールドアウトになってますけど29,800円、グループ販売チケット東京公演のみですね、こちらゴールドボックス30,000円、シルバーボックス22,000円というのがね、それぞれ詳細がありますので VIP の詳細で、こちらシュガー VIPSS席、こちら詳細になってます。お一人様確実2枚までということで、 VIP グッズの詳細につきましては後日公演特設サイトにて発表いたしますということで、 VIP グッズは入場時にお渡しいたします。クレジット決済のみの販売になりますということですね。席がどこになるかというところですけども、東京、こちら赤い部分ですね、大阪もこの、赤い部分最前列ということですね。もう今回ステージあって、花道もあるんでね、その花道の両サイドの最前列ということですね。続いてメモリーズ VIPS 席、こちらの詳細は、こちらも一人様確実、こちらは4枚までですね、VIP グッズは入場時にお渡しいたします。 VIP グッズの詳細につきましては後日公演特設サイトにて発表いたしますということですね。クレジット決済のみの販売ということで、こちら東京と大阪ということで、 VIPS 席こちらは花道を囲ったエリアですね、そこが VIPS 席の席になるみたいです。東京も大阪も一緒ですね。ちょっとなんか大阪の方がちょっと広く見えますけど、ね、まあ実際どうなんでしょうかね。で VIPバルコニー席の詳細、こちらが東京ドーム、まあ多分こちらスタンド席になるのかな。ブルーノマーズのねライブでもこういったバルコニー席販売されてましたけど、そこでも確か写真あったと思うんですけどもね。あとまあキスの東京ドーム公演のバルコニー席とかでもそうなのかな、両サイドに写真付きで出てたと思いますので、そちらをねまたご覧になってみるのもいいかもしれませんね。でこちらゴールドボックス席の詳細になりますが、セット販売ということですね。こちらはこちらゴールドボックス席の席の配置図はここですね。
まあちょっとね、スタンド席の後ろの方ですね、後方の方になるんですけども、イメージ図がありますんで、こんな感じで、まあね、ブルーノマーズの来日公演の時にもね、これ同じような写真出てましたね。まあ、いい感じですね。お酒とか飲みながら仲間内でワイワイできるような感じの席ですね。で、シルバーボックス席。こちらですね、詳細の方、1組4枚のセット販売ということで、ね、4人定員1人22,000円 ×4枚ってですね。で、シルバーボックス席、こちらですね、三塁側の後方という形になりますかね。こちらもイメージ図ありますね。はい、こんな感じの席です、シルバーボックス席。まあね、ちょっと、まあ、椅子もいい、ふくよかな感じなんで、ね、ゆったりできるんじゃないでしょうか。で、こちらステージマップになります。東京と大阪、ね、キャパ的には東京の方が多分広いと思いますが、で、SS 席に関してはちょっとね、こちら大阪の方が広く見えるような感じもありますけれどもね。VIP、SS 席がこの最前列の赤いところ、VIP、S 席がこの黄色いね、花道を、囲ったところというところですね。SS 席、アリーナ席ですね。こちらグリーンのところですね。S 席、こちらがスタンド席になるんですかね。この茶色いところ、オレンジ色なのかな、ここになります。A 席、B 席はそれぞれね、東京と大阪でちょっと違うので、こちら、ね、両方行くっていう方はね、ちょっとね、注意が必要かもしれませんね。あと、まあ、注意事項、詳細ありますんで、こちらね、皆さんね、各自でチェックしていただければと思います。コロナ感染対策についてというのがありますね。まあ、最近ね、コロナの感染者数も増えてきておりますんで、まあ、ソールドアウトになって追加販売も出てるぐらいなのでね、当日お客さんいっぱい来ると思いますので、こちらのガイドラインに沿って皆さんで、ね、楽しんでいただければと思います。あと、ご来場にあたってのお客様へのお願いという、こちらも、各自でご覧になってチェックしていただければと思います。あとはね、ビデオメンバーからのコメントですとか、曲とかがこういったようにチェックできますので、こちらでもちょっと予習もできるって感じですかね。プレイリストもありますね。マルーン5、すべてのアルバムね、サブスクで聴けますので、こちら Spotify の方ですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上が大まかな概要になってきます。続いて今回の来日公演の、予習的なお話になるんですけれども、まず最近のセットリストがこちらになります。こちら2022年7月9日のセットリストになるんですけれども、マルーン5のライブ活動が結構期間間が空いてしまってるので、なのでひょっとするとこちらのセットリストがだいぶ変わる可能性なくはないっていうふうにも思いますが、まあ、でも多分このセットリストをまあ基本として2021年からずっとやってるみたいなので、まあ多分この流れで来るんじゃないかなと思います。ちなみに日本公演の前にシンガポールと韓国で1公演ずつ計2公演やる予定なので、その2公演のね内容と同じ流れで日本公演行われると思いますので、事前にねシンガポールと韓国の2公演ですね、こちらのセットリストを事前にチェックするのもまあいいかと思います。ではこちらのセットリストの各曲の収録アルバムざっくり集計してみましたので、ちょっと見ていきたいと思います。まずはファーストアルバムですね、 Songs About Jane、 こちらからは4曲ですね。続いてセカンドアルバム It Won't Be Soon Before Long、こちらからは Makes Me Wonder 1曲のみですね。続いてサードですね、 Hands All Over、 こちらからは1曲 Moves Like Jagger ですね。この曲が今回のライブのオープニングナンバーになる可能性が高いと思います。続いて Over Exposed、 こちらからは3曲 One More Night、 Payphone、 Daylight、 この3曲ですね。続いて5、 こちらからは3曲 Animals、 Maps、 Sugar、以上3曲ですね。続いてレッドピルブルーズ、こちらからは5曲、今回のねセットリストの中では、このレッドピルブルーズからは最多5曲ですね。で最後最新アルバムジョーディ、こちらからは2曲ですね。こちらからはビューティフルミステイクとメモリーズ2曲です。であとカバーソングは1曲ということで、各アルバムから最低1曲ずつは演奏されているという形ですね。全アルバム7枚ですし、これらのアルバムはすべて Apple Music などのねサブスクとかで聴けるので、まあ全曲予習するのもねそんなにハードル高くないと思います。ライブ前にね皆さんね、しっかりチェックしてみてください。先日のブルーノマーズの来日公演ね、東京大阪それぞれのドーム公演ね、ソールドアウト大盛況で、マルーン5もチケットソールドアウトで追加席も今出てるらしいので、当日はたくさんの人がね会場を訪れると思いますので、今またコロナの感染者数増えてきてますので、見に行く方はガイドラインに習ってぜひ楽しんできてください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またコメント欄にコメント残していただけると僕もね励みになりますんで、コメントの方もどうぞよろしくお願いいたします。
この動画の他にもこのチャンネルでは音楽に関連する動画を多数作ってアップロードしておりますので、もしよろしかったら他の動画もぜひご覧になってみてください。それから私陽介は SNS、 Instagram、Twitter、Facebook ページ等をやっておりますので、そちらはね、概要欄にリンクも貼っておりますので、そちらもフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。